えー、松戸市の神社で呪いの藁人形が発見されたというニュースを見ました。藁人形が木につけられている映像の後、神主さんがこちらですと言って藁人形を出してきたので、さっきの藁人形はスタッフが気につけたんだなと思いましたが、藁人形の頭の上にはプーチンの顔写真があるいだそうです。平和を願って藁人形がっていうところがたまりませんでしたが、この犯人をゆきさんが映像するのはどんな人物だと思いますか、えー、若い愉快犯か本気のご老体かのどちらかな <laughs> と思いました。 えっとね、わら人形の出来を見ますね。確かね、わら人形って Amazon で買えたんすよね。もうないかな確かね、前の Amazon かなんかで見た気がするんですよね。楽天だったかななんか、あの、普通に、あ、売ってんだっていうのを見た気がするので、で、あれって、その工業製品的に作ってるのであれば、多分、あの、出来で、要は、わらってそもそも手に入んないじゃないですか、そんなに。 あの、作るって言っても多分作ったことある人ってあんまりいないので、なので、あの、出来が良かったら多分通販で買ったやつなので、若者の愉快派なんじゃないかなと思うんですけど、で、そのなんか、ボロボロでなんかその、水と納豆かなんかを一生懸命たまねで作ってるなんでだったら、おじいちゃんかもしれないですけど、はい。メルカリでも売ったんだ。あ、めっちゃ売ってる。はい。